はいどうも、実行の研ぎ師の亮太です。今日は鋼とステンレスで切れ味の違いがどれくらいあるかっていうのを検証していきたいと思います。はい、それで鋼とステンレスっていうのは包丁用の鋼材のことになるんですけど、まあ、包丁用の鋼材は大きく分けて鋼系の鋼材とステンレス系の鋼材の2つに分けることができます。で、まあ、鋼系の鋼材を簡単に説明すると錆びるけど切れ味のいいタイプの鋼材になります。で、それに対してステンレス系の鋼材っていうのは、まあ、錆びにくくて扱いやすいっていう鋼材なんですけど、まあ、鋼とステンレスを比較した時に鋼の方が切れ味良くてステンレスの方がやっぱり鋼よりは劣るっていうのが、まあ、結構よく聞く意見だと思うんですけど、今日はそこら辺が実際に鋼の方が切れ味良くてステンレスの方が切れ味良くないのかっていうのを検証していきたいと思います。はい、それでまあ鋼とステンレスなんですけど、まあ、鋼の中でも結構グレードがあってステンレスの中でも結構グレードがあるんですね。はい、で今回はそのグレードは鋼とステンレス両方とも、まあ、一番切れ味のいいとこの鋼材を使っていこうかなと思います。で、鋼の方は青髪スーパーっていう鋼材で、ステンレス系の方は SG2 っていう粉末ハイスコーを使っていきます。はい、それで、まあ、今回使用する包丁なんですけど、今回使用するのはこちらの包丁とこちらの包丁になります。こっちが鋼系の鋼材の、まあ、青髪スーパーっていう鋼材を使っている包丁になります。はい、でこっちがステンレス系の鋼材の SG2 を使っている包丁になります。はい、それで今回はこの2つを使って検証していくんですけど、まあ、この2つ両方とも両刃の包丁になります。はい、それでこの鋼とステンレスの包丁を使って、まあ、どんな感じに切れ味の検証していくかなんですけど、まあ、今回も切れ味の検証にはこちらを使っていこうかなと思います。はい、これはまあ毎回試し切りの時に使っているコピー用紙ですね。でこれを使って試し切りをしていこうかなと思うんですけど、まあ、やっぱり包丁なので食材を使うのが一番いいんですけど、動画だと視聴者の方にちょっと伝わりにくいのでこの紙でやっていこうかなと思います。でこのコピー用紙だと何がいいかっていうと、やっぱり切ってる時のまあ進み方とか、まあ、切ってる時の音とかが結構伝わりやすいので、まあ、そこら辺が結構判断基準になるんじゃないかなと思ってコピー用紙を使うことにしました。なので、まあ、鋼とステンレスでまあどんな感じで刃が進んでいくかとか、まあ、切ってる時の音の違いがどんな感じであるのかっていうのを見ていただけると嬉しいです。はい、それでまあコピー用紙を使って検証していくんですけど、まあ、同じ切れ味にするために、まあ、仕上げる砥石の番手も同じ番手で仕上げていこうかなと思います。で今回なんですけど仕上げる砥石は4種類用意しました。はい、それで用意した砥石は1000番と6000番と1万3000番と、まあ、天然砥石の丸尾山、この4種類を使って、まあ、それぞれ検証していこうかなと思うんですけど、まあ、やり方としてはまず1000番で両方とも研いで、まあ、その1000番で仕上げた時の鋼とステンレスの違いがどんな感じであるのかっていうのをまず見て、で次に6000番で同じことをして、次1万3000番で同じことをして、最後天然砥石で、まあ、どんだけ違いが出るのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、それで、まあ、今回の研ぎ方なんですけど、今回の研ぎ方は小刃付けって言って、まあ、刃先を研ぐ研ぎ方でやっていこうかなと思います。まあ、これ今ちょっと光ってるとこあると思うんですけど、まあ、ここ切り刃って言って、まあ、ここを研ぐとベタ研ぎっていう感じの研ぎ方になります。で今回するのはそのベタ研ぎじゃなくて、この刃先、まあ、今ここぐらいの角度にしたら、まあ、この刃先がちょっと光ってるかなって思うんですけど、この刃先を研ぐ研ぎ方、まあ、なんで要はこの本当にこの線状ですね、ここを研ぐっていう感じの研ぎ方で研いでいこうかなと思います。で包丁は両刃なので表裏均等に研いでいきます。はい、それでは実際に研いでいきたいと思います。はい、じゃあまず1000番でこちらの鋼の包丁からやっていきます。はい、それではこれで鋼の1000番が終わりになります。はい、それで今回の研ぎ方はこの刃先だけを研ぐ小刃付けっていう研ぎ方なので、まあ、こんな感じでスピーディーにサクサクやっていこうかなと思います。はい、それと、まあ、こんな感じで研いだ後はこの刃先に、まあ、バリって言って鉄くずみたいなやつが結構つくので、最後にそれを取って研ぎが終わりになります。でこのバリ取りの作業は、まあ、1000番でも次の6000番でも、まあ、その次の1万3000番でも天然砥石でもやっていこうと思います。でバリ取りは、まあ、この新聞紙丸めてもらって、まあ、これで軽く擦るだけですね。はい、これでバリ取り終わりになります。はい、であとはまあこれ試し切りなんですけど、同時に試し切りしていきたいので先にステンレスの包丁の方も研いでいきたいと思います。
はい、じゃあ次はこちらのステンレス系の包丁を研いでいきたいと思います。はい、それじゃあ両方とも研げたので試し切りしていきたいと思います。はい、こんな感じです。はい、じゃあということで次6000番に行きたいと思います。はい、それでは次がこちらですね、6000番になります。はい、じゃあまあさっきと同じで鋼からやっていきます。はい、じゃあこれで鋼終わりで次ステンレスいきたいと思います。はい、それじゃあこれでステンレスの方も終わりになります。でさっきの1000番よりも、まあ、ちょっと研ぐのに時間かかったと思うんですけど、まあ、やっぱり1000番の方が研磨力高くて、まあ、6000番とか次の1万3000番とかの仕上げ砥石になると、まあ、ちょっと研磨力が落ちてくるので、まあ、少し研ぐのにも時間がかかってくるっていう感じになります。はい、それじゃあさっきと同じようにコピー用紙で試し切りしていきます。はい、こんな感じです。はい、いかがでしょうか。まあ、僕が切った感じとしてはステンレスの方が、まあ、ちょっと引っかかりが多いような感じの切れ味になったかなと思います。まあ、っていうのもなんか紙切ってる時のこのスムーズさっていうのが鋼の方があったように感じます。はい、それで紙切ってる時の音とかもこっちの鋼の方が、まあ、より静かな音で切れてたんじゃないかなと思います。はい、それじゃあ次は1万3000番になります。はい、それじゃあ次がステンレスの方を研いでいきます。はい、ということで1万3000番も研ぎ終わったのでまた試し切りしていきたいと思います。はい、ということでいかがでしょうか。まあそんなめっちゃ変わるってことはないですけど、まあやっぱりやや鋼の方がちょっと切れ味いいんじゃないかなっていう感じでした。はい、ということで、まあ、ここまでが人造砥石で、まあ、代表的な砥石の、まあ、1000番と6000番と1万3000番っていう感じで検証してみました。はい、じゃあ次はこちらの丸尾山の白すいたを使ってやっていきたいと思います。
でこっちの丸尾山の白錐太は天然の仕上げ砥石になります。はい、それじゃあ まず鋼の方からやっていきたいと思います。はい、じゃあこれで鋼終わったので、また次ステンレスの方を研いでいきます。はい、ということで両方天然砥石で研ぎ終わったので、またこちらのコピー用紙で試し切りしていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。まあなかなか両方ともめちゃくちゃいい切れ味ですね。ただまあわずかになんか切ってる感じの差っていうのがちょっと伝わったんじゃないかなと思うんですけど、まあここら辺は結構好みにはなってくるんですけど、まあ本当に繊細さっていうのは鋼の方が少しあったんじゃないかなと思います。でそれに対して、まあ、ステンレス系の方は、まあ、ややざっくりとした切れ味っていう感じの切れ味だったんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで鋼とステンレスの違いを比較してみました。では最後にもう一度試し切りのまとめた動画を見ていただこうかなと思います。はい、こんな感じで切れ味の違い比較してみたんですけど、いかがでしょうか。まあ、まとめてみると、まあ、割と違いとかが見えてきたりするんじゃないかなと思います。で、まあ、比較もできるし、今回のやつは、まあ、それぞれ天然砥石と人造砥石で切れ味がどんだけ違うかっていうのも、まあ、ある程度伝わったんじゃないかなと思いますので、まあ、結構やってて楽しかったです。はい、それで鋼とステンレスで、まあ、結局切れ味どんな感じで違ったかなんですけど、まあ、僕が使った感想としては、まあ、めちゃくちゃ変わるってことはなかったですね。はい、ただまあ厳密に言うと、まあ、わずかにですけど少し差はあったんじゃないかなと思います。で、まあ、その差っていうのが、まあ、鋼の方が、まあ、より、まあ、繊細な切れ味っていう感じで、まあ、ステンレスの方はよりざっくりした切れ味っていう感じになったんじゃないかなと思います。なので、まあ、髪切ってる時とかも、まあ、進むスムーズさっていうのが鋼の方が少しやっぱスムーズで、ステンレスの方がちょっと進みにくいっていう感じの印象でしたね。あとは、まあ、音の違いとかも、まあ、鋼の方が少し静かな音だったんじゃないかなと思います。はい、それで今回使った包丁の鋼とステンレスなんですけど、今回使ったやつは鋼系のまあ一番グレードの高い鋼材で、ステンレス系も一番グレードの高い鋼材っていう感じで、まあ両方ともグレードの高い鋼材で比較してみたんですけど、まあ次はミドルグレードぐらい、まあ真ん中ら辺っていうと、まあ鋼系で言うとまあ一番オーソドックスな白髪2号と、まあステンレス系で言うとまあ銀酸っていう鋼材とかでも試してみようかなと思います。はい、ということで鋼とステンレスの切れ味の違いを比較してみたんですけど、いかがだったでしょうか。
まあ、結構鋼とステンレスで、まあ、どんくらい切れ味が違うっていうのが気になってる方っていうのがかなり多いと思うんですけど、まあ、今回の動画が少しでも参考になると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。